はい、佐藤あゆみです。今回はですね、夏のスキンケア法をナイトルーティン風に撮ってみました。なんかね、ちょっとね、おしゃれな感じにしてみたっちゃけど、まあ喋ると台無しになるってね、この間もナイトルーティンそうだったんですけど、まあ早速いきたいと思います。夏はものすごい紫外線なので、お風呂上がりにパックをします。で、これも冷蔵庫に入れて冷やして使っています。このパックに出会ってからもうずっとこれを使っているんですけど、これすごく顔にフィットして水分量も多くて生地もしっかりしてるのでめちゃくちゃお気に入りです。次にシリコンマスクを使っていきます。これね、100円なのにすごく優秀です。スキンケアが終わったらお水を1杯ガブ飲みします。もう帰ってきたらガブ飲みして、お風呂上がってもガブ飲みして、寝る前にも飲んでみたいな感じで水分補給はすごくしてます。パックが終わるまで10分ぐらいまったりしています。パソコン触ったり携帯触ったりもしてるんですけど、ちょっとね、なんか面白いテレビがあったにもかかわらず雑誌を読むっていうよくわからん感じなんやけど、でも雑誌を見ながらテレビもチラチラ見てます。パックもつけすぎは良くないので、シリコンマスクをつけてない時は5分ぐらいでパパッと済ませちゃいます。で、シリコンマスクはこう乾燥するのを防いでくれるので10分ぐらいつけっぱなしでいます。これはラップでも代用できます。10分経ったのでパックを外していきます。この時に首とデコルテ、あと顔のマッサージをしていきます。次にこちらの美容液を使っていきます。次にこちらのよく動画でもご紹介するオイルタイプの美容液を塗っていきます。先ほどの美容液がすごくサラサラなので、こちらで蓋をする感じで塗っていきます。 1,2 滴ぐらいで顔全体に伸びるので、すごくね、コスパがいいというかお得感って感じですね。タオルドライした後にこちらを塗って乾かしていきます。視聴者さんから髪の毛を乾かすときは前髪をまず乾かして、その後に下を向いて乾かした方がいいということをですね、コメントいただいて、もう早速ね、それをね、ずっとやらせていただいてます。本当私もわからないことだらけなので、最近そういうアドバイス的な、こうやったらいいよっていうようなコメントをいただけて本当に助かっています。ありがとうございます。次はこちらのボディジェルでマッサージをしていきます。これが最近買ったんですけど、ひんやりしてるジェルなんですよね。で、ホホバオイルと、あとローズオイルが配合されてて、お肌を保湿してくれるのに、ベタベタしすぎず、
サラッとしてる感じですごく使いやすいです。夏にはぴったりのクリームだなと思って買いました。これでリンパマッサージをしていきます。足の甲から足首、ふくらはぎ、それで太ももで、太ももの内側のリンパをしてみたいな感じでやっています。これが終わったらあとはもう寝るだけです。皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よかったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。